RD-0109 はガス発生器サイクルで液体酸素とケロシンを燃焼するロケットエンジンである。1個のノズルを備え、RD-0105 の発展型である。このエンジンはユーリー・ガガーリンを軌道に打ち上げたボストークブロック E に使用された。スプートニク1号の打ち上げ成功後、コロリョフはソビエト連邦共産党中央委員会宛てに火星と金星に無人探査機を送る計画の一連の手紙を送った。計画の一環として3段式の R-7 ロケットに4段目を追加する必要があった。この4段目はブロック E と呼ばれ1958年に開発が開始された。コロリョフのOKB-1設計局は当初はブロック E の推進装置でSA コズベルグのOKB-154RD-0105 を使用する 8K72 とグルシコのOKB-456 の RD-109 エンジンを使用する 8K73 という2つの計画が競合した。開発の進行によりコズベルグが契約した。1958年2月20日以降、開発の要請によりエンジンは9ヶ月で開発された。RD-0102 から主要な要素と燃焼室を流用した。27機のエンジンで48回の地上試験が実施された。1959年から1969年の間にエンジンは有人宇宙飛行のために信頼性が強化された。推力も同様に 2% 増加してタンクも軌道要素に応じて増強された。同様にSA コズベルグによってソビエト製エンジンの定番になる製造工程に技術革新が導入された。重量を低減する目的でノズルの下部に外部の配管が不要なコルゲート金属製の冷却ジャケットが採用された。推力が増強したのにもかかわらず 9.3% 軽量化された。この新型のエンジンはRD-0109 として1960年12月22日に宇宙船であるボストーク K8K72 系を打ち上げ運用を開始した。RD-0109 はブラジル宇宙機関 L75 エンジン計画の原型である。最初の人工衛星の打ち上げであるスプートニク1号の打ち上げでは2段式のブースターであるスプートニクで地球の重力圏から脱出したものの、ルナ計画では脱出速度に到達するために3段目が必要だった。この目的のために専用のエンジンの開発がOKB-154 に課せられた。それらは3機の最初の人工衛星に使用された2段式の R-7 ブースターに適合する。しかしながら3段目は脱出速度に到達する必要がある。エンジンがOKB-154 で9ヶ月間で開発された。エンジンは内部ではRO-5 の名称が付けられた。1958年9月23日の最初のルナ 8K72 の飛行では RD-0105 エンジンを搭載した新しいブロック E ステージが含まれた。打ち上げではルナ E-115 探査機が搭載されたが、打ち上げから92秒後に長手方向の振動によりロケットは破壊され機体の周りはバラバラになり墜落した。2回目のルナ 8K72 によるルナ E-125 探査機の打ち上げも打ち上げ後104秒でロケットは再び振動で失敗した。ルナ E-135 探査機を搭載した3回目の打ち上げであるルナ 8K72 でも同様に打ち上げから245秒でブロック I コアステージがエンジンの潤滑を喪失して停止して終了した。1959年1月2日にルナ 8K72 のブロック E 段の一部として、RD-0105 は最終的に最初のミッションであるルナ1号の打ち上げに成功した。同様に初めての新宇宙エンジン点火、最初に脱出速度に到達した。宇宙機で故障により月に到達はしなかったものの、最初の人工惑星になった。1959年9月14日に RD-0105 は、ルナ2号は月に到達した。それは、最初の月面への到達で天体に着陸した、最初の人工物だった。ソビエトの旗と紋章を設置した。1960年8月19日に D-0105 はコラブリスプートニク2号を軌道に投入した。3番目のボストーク宇宙船で最初に動物を乗せて安全に地球に帰還した宇宙飛行だった。1960年12月22日、ボストーク K ブロック E の打ち上げで RD-0109 は初飛行した。ロケットの3段目のガス発生機が故障して RD-0109 は飛行できなかった。2回目のボストーク K の打ち上げ時に RD-0109 はコラブリスプートニク4号の軌道投入に成功した。1961年4月12日にボストーク K8K72 系ロケットのブロック E 弾の一部として RD-0109 は歴史的なボストーク1号は人類初の地球周回軌道へユーリー・ガガーリンを運んだ。1963年6月16日に RD-0109 は最初の女性宇宙飛行士であるワレンチナ・テレシコワを乗せたボストーク6号を地球周回軌道へ運んだ。増強と改良が有人仕様の RD-0105 には必要で2機種の派生機種の開発につながった。ありがとうございます。